はい、続きましてドライバーのフィッティングをちょっとお願いしたいんですけど、クラブは G42号、はい、これがもうノーマルスペックですか。そうですね、純正のシャフトが入ってまして、ヘッドも一番マックスっていうヘッドで一番オーソドックスなヘッドを入れてます。最初に僕の希望をお伝えしますと、はい、スピン量を増やしたくない、はい、とやはりアイアンと一緒で引っ掛けたくない、はい、のでまあ、ロースピン系のフェードが出るようにしてもらいたいです、はい、でもあとはこのスペックで実際どういう球筋が出るか見ていきましょうか、はいはい、これはいいかな。あ、引っ掛けてるわ。少々それではヘッドのタイプをちょっと変えてみましょうか。はい、それでは先ほど打っていただいたマックスというモデルから比べると少し捕まりを抑えられるようなモデル、 LS テックという、あ、 LS テック、はい、ロースピンモデルですね。本当だ、本当っすね。バウンドはいいっす、そうですね、悪くはないと思うんですね。先ほどのマックスと比べると明らかに方向からいくとだいぶ捕まりっていうのは抑えられてる。じゃあ僕ヘッドこれです。そうですね、多い。そうですね、まあ、打ち出し角は特に問題なさそうなので、ヘッドはここでそのままモデルをそのままにして、あとはシャフトとの組み合わせですかね。はい、じゃあちょっとシャフトも見ていきましょうか。ちょっとシャフトを変えてみたのでまた打ってみましょうか。あ、でも、あ、うん、今はだいぶ先ほどよりそうですね、抑えられたかな感じですね。はい、球の高さからいくと全体的にはちょっと高いかなっていう。ってなるとやっぱり押すと調整ももちろんできるので、ロフトを一回調整、はい、お願いします。はい、めちゃくちゃいいドライバーが出来上がるじゃないですか。そうですね、はい、はい、こうやってお話をしながら、はい、まあ、スピンはだいぶ先ほどよりは抑えられてきたのかな。そうですね、ロフトももちろん立ってましたので、まあ、この辺りはもう微調整にはなってきますけど、はい、これぐらいですね、確かに。今のようにちょっと振りに行った時にやっぱり今のような捕まり、はい、やっぱりちょっと嫌がると思うんで、はいはい、こういったとこはちょっとヘッドの後ろちょっと見ていただいて、ここにウエイトがあるので、はいはい、これで最終的な方向の微調整もできますので、ここもちょっとやってみましょうか。はい、はい、このウエイトの位置を変えます。ちょっと変わるんですか、これ。そうですね、はい、変わります。ほんのちょっと移動するだけですけど、はい、じゃあこちらでまた打っていきます。ほんまや、この球がいいです。時でもその左の捕まりというのを、あ、これいいっすね。ウエイトでも抑えることができます。皆さん、僕の、クラブフィッティングセッティングが出来上がりました。G425 の LS テックですね。はい。の
9度をロフトを1度下げてるので8度です。8にしてこの上とこっち側フェードポジション側に持ってきたシャフトは何ですか、これは純正の65の X です。これが僕が求める球筋に近いクラブセッティングになります。じゃあもう一回ちょっと何度目かの勝負もういいと思います。いいですね。はい。はい。ドライバー完成です。これはアイアンオッケー。はい。ドライバーオッケー。はい。あと何かあるんですか。まあ先ほどアイアンでもありましたけども、最終的にはこのグリップの太さも皆さんの手の大きさに合わせて。選ぶことができます。先ほどちょっとババワソンの方も握っていただきましたけど、プレイヤーによって太さも違うので、あ、僕太いは好きですよ、はい、そこも手の大きさ一回測りましょうか。手でかいです、はい、一番手の大きさですね。一番指、あ、結構大きいですね。1インチちょっと切るぐらいですね、はい、で 3.5 ですかね、はい、はい、でこれも表があるので、そこまでやるんですか。そうです、ここまでは受けます。まあ、ホワイトっていうのが一応目安として、これ太さの違いを表しています、はいはい、で今握っていただいているこの太さは金ではこのアクアっていう太さになります。あ、そうなんですか。なのでこのホワイトを一度ちょっと握って握り比べていただきます、はい、これがホワイトになりますので、ちょっと握り比べてみてください。まだ太くてもいいです。ドラゴンの太め使ってるんですよ、はい、ゴールドっていうのもあるんで。これゴールドですか。そうです、ゴールドです。もう最終的にはフィーリングです。これぐらいですか、はい、これぐらいは、はい、あとグリップの太さはこのアクアではなくてゴールドに合わせることももちろんできます。そうするともうベスト、そうです、ダワキンクラブが出来上がるんですね、はい、そうです。ありがとうございます。はい、これアイアンとドライバーだけですか、フィッティングは。パターンもあります。パターン、はい、パターンもフィッティングですか。そうです、もう並んでるからなんとなくそんな気がしますね一応聞いてみたけど、はい、ね、じゃあ、はい、せっかくなんでパターンも、はい、やりましょう。合う1本を作っていただいてください、はい、お願いします。はい、あんまり言いたくないですけど、はい、これ打ち合わせですよ、ね、いやマジで